グロスブナー・トーマスはオーストラリア生まれの印象派の画家である。イギリスでグラスゴー派の画家たちと活動した。グロスブナー・トーマス作水車シ,シドニーで生まれた。1885年に良い仕事を求めてオーストラリアを出てイギリスに移りグラスゴーに住んだ。グラスゴーではフランスのバルビゾン派や印象派、ポスト印象派の影響を受けた。 グラスゴー・ボーイズの画家が活動していて、トーマスも彼らの中に加わり、水彩や油彩で、スコットランドの田園風景や風俗画を描いた。グループに属していたが、絵の絵は、バルビゾン派の画家、ジャン・バティスト・カミー・ユコローや、シャルル・フランソワ・ドービニーの作品から学んだとされる。トーマスの作品はに、ロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会や、 スコットランド王立水彩画家協会の展覧会に出展された。1892年に水彩画家協会の会員に選ばれた。ミュンヘンやドレスデンで開かれた国際展覧会にも出展し、ドレスデンでは金賞を受賞した。後にロンドンに移り、ロンドンを拠点に国外での制作も行ったるがグラスゴー派の画家との活動は続けた。ロンドンで死去した。 ありがとうございます。